なんだこのカオスなメンバーは。本当カオス。上野公園野球場にもうやばいメンツが集まってるやん。大場さん、よろしくお願いします。お願いします。いやなんか最近もう向こうずに入団してから、はい、露出が増えてきましたね。ありがとうございます、おかげさまで。いやもう楽しいっすわ。いつもあの来てくれるんでね、はい、なんだっけ、フットワークの軽さは一番と思ってるんで。はい、もうフットワークしかないんで僕は。大場さんとあと笠原もね、フットワーク軽いんでね。あと謎のちょっと大阪から資格が来てるんで、また一人なんかヤバいやつが来てるこのコンビは危ないっしょしかも笠原ユニフォーム忘れたらしいんであんなやつにはなりたくないですね。ユニフォームを忘れるようなやつ、この間なんかプレミアジュリーでいましたけど、なんか外国人選手がユニフォームを忘れたっつって。あ、忘れたどこだっけな、オーストラリアの選手。すいません、オーストラリア。すごいなんかカオスなメンバー、本当これは野球界がざわつきますわ。そしてあの武田翔太もいるし。ありがとうございます。武田翔太もいますからね。すごいな。なんか前メンバーが一緒だったんですよね。前一緒のチームでやってたんで。インターコンチネンタルカップ。インターコンチネンタル日本代表であの翔輝と一緒にやってたんで。おお。久しぶりっすわ。なんか感慨深いっすね。感慨深いっすね。本当。もう9年の時を経て。そうそう。弟は知ってるんですよね。大学は。はい。大学はもう。最近さ、あの大学にさ、ツイッターのフォローしてもらってさ。なんかソフトバンクの選手がなんか何人か見てくれてるみたいで、そうそう。大学牛タン好きなんだよ。あ、そうなんだ。牛タン詳しいやつだ。牛タン行こう。牛タン詳しい。牛タン。そうなんですか。あいつが一牛タンが一番好き。エビ。あ、エビ。そう。え、笠原、ウニはウニ。ウニはね、大嫌い。ウニショーダメ？ウニショー。危ない危ない。ちょっとあのせっかくだからさ、今日ちょっとさ、元プロ二人いるしな、な当ててる職人。ちょっと集結してもらって、こっち来てもらって、視聴者さんから、毎回ね、たまにコメント来てね、さ、おすすめの野球漫画を教えてくださいみたいな、せっかく元プロ2人いるし、なんか影響を受けたというか、俺はこの本を読んで野球始めたとか、この言葉に影響を受けたとか、なんかそういう野球漫画、これっていうのをちょっとね、アスカから教えてほしいですね。はいはい、ちょっともう、はい、もう一本言ってもらって。1個？あ、何個でもいいですよ。はい、もうこれ、もう最高っすわ、みたいな。これ読んだらプロ野球選手になれるみたいな。なるほどなるほど、うん、これ読んだら当てる職人になれたみたいな。なるほどなるほど、はい、僕が影響を受けたのは、はい、まあ、野球漫画じゃないんですけど、はい、ドラゴンボール意味が、王道だね意味があるんですよ。なになになに、やっぱ当てたにもつながってるんですけど、やっぱカメハメハがあるじゃないですか、うん、やっぱあれってこう溜めてこうじゃないですか。はいはい、なるほど。でその僕のズドン当て取りはそこから来てるんですよ。ちょっと一回やってもらっていいですか。ズドン当て取り、はい、ちょっと緩すぎて、ちょっと球が見分けすんなお前。おお、ここを溜めて、はいはいはい、そう。ああ、なるほど。これがドラゴンボールのカメハメハから来てるんですよ実はやっぱりあの当て取り職人をやる上で、はい、やっぱカメハメハを参考にしないとやっぱりこの技は出てこないんですよ。まずあの当て取りを覚えるんだったらドラゴンボールから読めと。そうそう、一巻から全部見てもらって鳥山明、鳥山明さんな。でやっぱ間とかも大事なんですよ。カメハメハを打つ時のこの間とか大事なんで、はいはい、それをやっぱり当て取りに生かさないといけない。なるほどなるほどなるほ なるほど。素晴らしい、拍手よっ。でもあともう一点あるんですけど、はいはい、どうしたんですか。ドラゴンボールって今聞いてドラゴンボールが来ると思ってなかったんですけど、はい、そうドラゴンボールって多分もう38回ぐらい全部読みましたんですけど、はいはい、もうここ10年ぐらいは読んでなかったと、はい、読んでなかったんで、はい、もう一回1から読みたいなってちょっと思ったっすわ、はい、本当に何の読書感想文ですか。やっぱり世界1を目指すんやったらやっぱ全部見てほしいですね。いやドラゴンボール大体世界1になってる。大体世界1になってる。じゃあ笠原お願いします。俺っすか、はい、俺はやっぱり壊れそうな僕の心メジャーです。あの重野五郎のカイドウ、はい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 、カイドウ編、はい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 、やっぱねピッチャーというものはマウンドで孤独なもんですよ。確かに確かに、その中でカイドウの一軍を倒し、うん、俺はカイドウをやめていくと、うん、あれがかっこよすぎですね。え、じゃあメジャーを呼んだ結果賭博をしちゃったってあれはどこに影響を受けたんですか。どこに影響を受けたんですか。あれは、ね、あれは何ですか。あれはゴロをちょっと裏切っちゃった感じになっちゃった。ゴロとかトシヤにちょっと裏切っちゃった形なんですけど。確かに確かに、まあ、でもピッチャーとしての考え方っていうのは、はいはい、本当にあの漫画はね、あれすごいよね、参考になりましたね、うん、はい、やばいやばい、ヘリコプター来てるけど追われてんじゃない今笠原大丈夫、姿隠して怖い。キューバ政府かな。グリエルちょっとやっちゃったから。まあいや。そう、まあまあそういうことは置いといて。僕はメジャーでうるせえな本当に。メジャーっすね。
そうですね。ありがとうございます、はい、じゃあバックス TV さん行きましょう。はい、俺はまあ唯一1点挙げるとするならば、はいはい、やっぱタッチかな。ちょっと、ちょっと古いけど、はい、呼吸を止めちゃったっすか。そうそう、呼吸を止めていつかなタラララ。いや、本当にタッチ、タッチ、そこにタッチ、あなたから。タッチ4の回、最後で、結構、はいはいはい、今のキッズとかは、はい、やっぱ知らない人多いと思うんだけど、そうそうですね、はい、でも、いや、僕はタッチを見てやっぱカズヤが死んじゃって、はいはいはい、あ、お兄ちゃんでしたっけ、お兄ちゃんが、はいはい、死んじゃって、はい、やっぱ俺も頑張んなきゃいけないかなって、タッチが、カズヤがいなくなっちゃったから、俺がタツヤなのかなって思って、頑張んないといけないのかなと思って野球頑張れた。なるほど、だからこそ6球団のドラ1があった。そうそう、だからこそ6球団のドラ1のハズレくじ、誰がハズレくじ。いや、ハズレ、俺とかハズレもしない5位です。あ、そうだ、からその主人公に自分を重ね合わせるってことね。そう、だからそれでモチベーション上がって、はいはい、あ、頑張んなきゃいけないなと思って、カズヤの分まで。そう、カズヤの分まで。あ、カズヤね、カズヤ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 の分までね、カズヤの分まで。下の名前は翔太。全然違うよ。素晴らしいっすわ。素晴らしいっすね。やっぱ野球漫画ってこう人生を変えるね、なんかね、一つのあれかもしれないね。だから野球漫画は重要なんですよ。確かに、確かに。お前野球じゃねえの。お前なんか野球漫画ないの、他に。他になんかある、カサールとか。俺もう野球漫画メジャーしか読んでない。メジャーだけです。あ、メジャー一択。メジャーだけ。メジャータッチは一応知ってるけど、当時は読んでない。タッチ見てないです。僕本は絶対見た方がいい。前回持ってました、本は。ほんま、タッチ持ってたの。え、でも絶対、いや、僕持ってますし、はいはい、あとはやっぱ H2 でしょ。ああ、間違いない。H2 はほんまに、ほんまあれは好きで、H2 の最後の秀夫のため、立花秀夫のために、こう、めっちゃ本読んでる。140キロの高速スライダーを甲子園まで取ってたの。分かる分かる。それを、俺は練習した。140キロの高速スライダーって、その当時は150キロとかって言ったらめちゃくちゃ速いから、140キロの高速スライダーってありえへんや、こんな漫画の世界だけやんって思ってたんですけど、はいはいはい、それを練習してた、やっぱり。そうだね、うん、そういうことか。はい、でも投げてなかったんですか、140キロ。そうそうそう、だから投げてた、漫画超えちゃったんですね。そうそう、だから、はい、あ、俺もヒロかなって。え、どっちですか。いや、カズヤか。いや、だからタッチは H2 はなまた別のやつですね。H2 は国見広だと思って。なるほどなるほど、はい、そんな感じで、ほんと漫画って、はい、いいと思う。まあよくね、ね、漫画ばっか読まないで勉強しなさいっていう親いるっすけど、いるいるいる、ちょっとは大事かなっていう。まあ間違いないね、意識、意識。確かに確かに、うん、今なんか固くなってる感じがするよね。確かに、なんか教育とかさ、本当に、ね、もっと自由に言った方がいいっすわ ね、ちょっと先生が手出しただけでね。そうそうそう、ほんとほんと、昔なんてね、はい、あんなちょっと手出したのがあったらありがとうって感じで、もうそんなね、優しくていいのみたいな感じだったけど、やっぱ10年、20年経っちゃって時代は変わってきましたっすわ。え、大場さんもそういう教育を受けてたんですか。いや、もう僕の小さい時は、はいはい、もうすごい、まあ特に大学の時は、はいはい、スコパチやられたんで。東洋大ですもんね。はい、東洋大って厳しいって聞きますね。マジか、はい、今アジアが厳しいってね、噂やけどね。はあ、そっか。いや、ありがとうございました、本当、はい、なんかみんなの珍しく、こういう動画ね、珍しいですけど、視聴者 の、 参考になると思います。はい、確かにね、ちょっとね、なかなかね、こういう話しないから、ね、もしかしたら、ね、もしかしたら親が見たら、笠原くんがメジャー読んでたからメジャーは読むなって言われた。あなたメジャー読んでたピッチャーとしては大成するぜ。間違いない。賭博だけせんときゃいい。賭博ロック、そう、賭博ロック、違う、賭博ロック。みんな見てね。ありがとうございました。ありがとうございました。今から向こうのピッチングを見たいと思います。見とけよ、早いから。皆さん知ってます、当て取りっていう。おお、早い、痛っ、ちょっと待って、早い、やばい、ちょっと待って、神経がやられた、神経がやられた。でもいい球、遠投とかしてなかったから、ちょっとやられたかも。今日笠原とさ、お前を打ち砕こうと思った、お前を打ち取ろうと思ったんだけど、ちょっときついかもしれん。じゃあまた勝負は今度にしようか。12月でいい、はい、仕上げてくるわ、ごめん。 OK、 野球 YouTuber 向こうでした。ありがとうございました。痛え。久しぶりのプレゼント曲、バー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 。今回の11月のプレゼントはこちらです。僕の長年愛用したこの
ローリングスもキャッチャーミット、そしてもう一つはこちらのニューバランスの、これはサイズは26センチ、この26センチのこのスパイク、金具のスパイク、こちらの2点を11月のプレゼントにしたいと思います。応募方法はいつも通り、野球一番向こうのチャンネル登録、そして熱い熱いコメント、公平な雑誌で、ね、決めたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。